日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会、横審の定例会合が27日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲夏場所は新小結大の里が12勝3敗で初優勝。初土俵から所要7場所の史上最速記録を打ち立てた。横審の山内正幸委員長、東大名誉教授、話題の里について、どの時代でもスターはスポーツに欠かせない。 台風の目、に、はっきりなってきた。将来の横綱、そこまで可能性として見えてきている、と期待感を口にした。一方で、初日には1横綱4大関全員が総崩れ。春場所の御子富士に続き、再び、ちょんまげ力士、が優勝する事態となった。山内委員長は、番付崩壊までいかないにしても、番付の流動化、が進んだ2場所。 それは否定できない。幕内の下にいる力士たち、役力士の下にいる力士たちが優勝して、それが普通になるような事態。横綱大関をはじめとして上位力士の奮起が、ますます必要になる。それがないと、番付というものが有名無実になりかねない、と危機感をにじませた。